カリプソ号、カリプソ、カリプソは、ジャックイコールイブクストーが海洋調査に用いた海洋調査船である。カリプソは、当初、木星の総海底として、英国海軍によって、米国のワシントン州のバラードマリーンレイルウェイ、カンパニーで建造された。ビムズ急総海底で1941年8月12日に、浸水、1942年3月21日。 ビムズ急走海底26番艇として偽装された。1943年2月、イギリス海軍で J-826 として、収益、地中海において運用、1947年退役した。その後海洋調査船として改造されその後、退役、1996年に沈没して同年、引き上げられた。2009年に改装された。名前は、 キリシャ神話のカリプソに由来する。カリプソは木星の総海底としてワシントン州シアトルのバラード社でイギリス海軍の総海底として建造された。オレゴンの松でできている。ビムズ旧総海底として1941年8月12日に仙台から出て1942年3月21日にビムズ -26 として浸水した。 イギリス海軍で1943年2月に HMSJ-826 として収益して、主に地中海で任務に就いた。1944年にビムズ -2026 として再分類され1947年にマルタ島で退役した。第二次世界大戦後、マルタから小ゾ島まで開港され、船名がーフのカリプソにちなんで変えられた。 アイルランドの資産家で国会議員のが1950年にカリプソを買い取り、クストーに象徴的に1年あたり1フランで貸し出した。クストーは映画撮影と海洋調査のために修理して調査船であると同時に戦時沿線に改造した。カリプソは様々な装置が搭載された。クストーが開発した SP-350 潜水艇や水中スクーターである。 船首には、喫水戦下3メートルに観測室を備え、化学装置とヘリコプター降着場所を備えた。カリプソ水中カメラの名前はこの船にちなむ。1996年1月8日、シンガポールの港でカリプソに橋っが衝突して沈没した。1月16日230フィートのクレーンで引き上げられ、補修されず汚染に送られる前に排水された。 次の年、1997年6月25日ジャック、イコールイブクストーは亡くなった。カリプソは、フランスのマルセイユまで栄光され2年間放置された。1998年に、ラロシェルの海洋博物館に栄光され、展示された。法律上や、他の要因により復元の開始は遅れた。が復元を監督した。フランシー・ヌクストー ジャック・クストーの未亡人と、元の購入者の孫であるロール、ギネスの間に紛争が生まれた。ロシェル市長によって、この紛争が発見された時、復元のための資金の拠出はためらわれ、不確実なものとなった。市長はその後亡くなり、ルシェル市は復元の費用の拠出を打ち切った。カリプソは破損した状態で残った。2002年、 クストの最初の結婚の孫娘のアレクサンドラが復元に関わった。クスト学会はまだフランシス・クストの支配下にあったが千数百ドルがフランシスによって排他的な名前の使用とレクサンドラがカリプソの修復に参加するのを防ぐために費やされたと伝えられる。2003年7月にナロシェル海洋博物館の館長のパトリック・シュネップが 復元の状態に不満を表した。何もかも私を落胆させる。壊れていないものはすべて腐っていて、腐っていないものは、壊れてい。ガーディアン氏はクス島は船を、イルデアールまでへ栄光して、そこで沈めることを想定していたが認められなかったと、報告している。2004年11月30日カリプソは、ロールギネスによって象徴的に、数ユーロで、カーニバルクルーズラインへ売却されたと報告された。 カーニバル社は1、300万ドルを修復に投資して、バッハまで博物館船とする可能性が高い。2006年末、大半の機材が上部デッキから除去され、風雪から守られない。この歴史的な船の行き先は不鮮明だった。2007年10月11日コンカルノーへの移送が始まった。ピリオ造船所で修復され永久展示に向け改造される。 2008年10月4日スイスの時計メーカーの IWC シャフハウゼンが売り上げをカリプソの復元に充当する新しい高級クロノグラフを発売した。2009年にクストー学会はフランシスクス島が現在ブリタニーのピリオを造船所で復元しているカリプソは海と海洋の大使であると報告している。修復が完了したカリプソは自力航行できる。 大使になるだろう。フランシスクス島の不払いによりカリプソの修復作業は2009年2月に止まった。コンカルナオのピリオーネーバルセルビセスは850ユーロ000の債務を負っており、総額1ユーロ737000が費やされた。現在船は造船所の格納庫に保管されている。2010年6月、BBC はカリプソは クストーの100歳の誕生日に再浸水したと報告した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。